日本一新の会浅田一史でございます、えーまあ、公文書管理のことについて今まで、えー、いろいろ議論がなされております、えー、あの私は、えーまあ、小野寺防衛大臣個人を責めるわけではないんですが、まあ、そういうお立場におられますので、えー、防衛大臣として前向きのご答弁をお,お願いしたいと思,思っておりますし 何よりも、こういうその極めて政府の信頼という点におきましては、防衛省とか財務省とか、国のまあ根幹に関わるような部署で、こういう公文書の隠蔽、あるいは改ざんが行われていると、国民の信頼を著しく失墜させるような事態が続いておると、私自身も深刻に受け止めております。そういうい政府がです、ね 果たして憲法の改正を発議や国会がね、そういう政府のとともにある国会において、憲法改正の発議ができるのかどうか、これはもう政府が国民の皆さんにものすごく信頼されててで、同時に国会がそういう発議をするというところにまで及んでしまう問題ではないかなと思っておりますので、えー、誠実なご答弁をお願い申し上げます。 で私あの、昨年の3月21日に、えー、南スーダンの PKO の日報に関しまして、質問させていただきました。で当時、小野寺大臣はおいでになりませんでしたので、えー、概略を説明しておきますと、要するに南スーダン PKO の日報っていうのは、えー、現地の派遣施設隊が作成して、それを、 陸自の専用掲,掲示板にアップロードしますでその陸地の陸専用掲示板というものは陸自の指揮システムの中にありますところがその陸自の指揮システムには中央速報司令部 CRF のほかに統合幕僚幹部あるいは陸自の研究本部がアクセス可能ですという前提の下でですね あの質問の内容は、陸自の研究本部、えー、そこでは海外派遣や演習からもたらされる教訓の収集、えー、分析を行う部門がある、その部門において教育訓練に資するものは教訓データベースに保存される、したがって当該日報は教訓データベースに残っているのではないですかという質問をさせていただきました。これに対して当時の,その辰辰巳巳さん辰巳参考人は 日報はそういう教訓というものに該当するものではないと整理されている、日報は当該データベースには保管されないという報告を受けていると答弁されたんです、まるでね、あのこの間の参算委員会で、佐賀さん承認刊文で出てきていただいて、規則がそうであるからそういうふうに答えたと、現物は全然確認してないと、規則がそうであるからそういうふうに答えたというのと、二重写しになってくるんですね。で 当該ベースには保管されていないな日報はそういう範疇化されないから、えー、教訓データベースには保管されないという報告を受けていると答弁されたところが今回見つかったあのイラク派遣時の日報は意味じくもこの陸事の研究本部で昨年の3月27日に、えー、見つかっていたと過去完了です、見つかっていた、えー、というご報告です。 だから辰巳参考人の答弁には二重の嘘が含まれているということになります。一つ目は、日報は当該データベース、つまり教訓データベースに保管されていないという答弁、これは明らかに虚偽答弁です。これが一つ目の嘘そ、二つ目の嘘というよりは、これは隠蔽と言っていいと思うんですが、当時、このイラク派遣時の日報を報告しなかったこと。 まあ、あの南スーダンの PKO の日本のことを探していて、でそのときに、えー、多分見つかったんだと、発見されたんだと思いますけれども、一、えーまあ、人の犯人を追いかけていて、でまあ、別の犯人がおったけど、これはまあ私たちの当面の捕まえるべき犯人ではないというところでその、黙認してしまったということになると思うんですが。 で辰巳参考人はです、ね、当時の答弁であの、そういう報告を受けているとあの、教訓データベース、日報はそういう範疇に入らないから、教訓データベースには含まれていないという報告を受けているというふうに答弁されているんです、でこの辰巳参考人にです、ね、答弁いただいた辰巳さんに、この報告を挙げた人は、 えー、私に言わせれば嘘をついていたということになるんですが、小野寺大臣、今、あの概略を説明させていただきましたけれども、えー、どういうふうなご見解をお持ちでしょうか防衛大臣。まずあの、今回の一連の日報問題に関しては、えー、国民の皆様に大変な不信を。えー もたれ、刺してしまったということについてはあの、私とも深くお詫びをする案件だと思っております。ですからこそ、えー、真相の究明、再発防止に、えー、しっかり取り組むことが大切だと思っております。ただいま委員からあのご指摘ありました、昨年3月21日の参該房において、議員の質問に対して、当時の辰巳参考人は、陸上自衛隊研究本部が保有する教訓センターデータベースはには、日報は保管されていない旨、答弁をしております。 教訓,とは別教訓とは主として、部隊運用および教育訓練を通じて得られた運用、整備力防衛力整備、研究開発および教育訓練等に資する知識を指し、これらについての資料が教訓データベースに保存されております。他方、南スーダン派遣施設隊の日報は、中央即応集団司令官が、南スーダン派遣施設隊長に作成を命じている日々の活動報告であり、教訓には該当せず、 教訓に係る資料を掲載するのが目的である、この教訓データベースには、日報は保管されていないと報告を受けております。他方、今般、研究本部にてその存在が確認されていたイラクの日報は、過半記憶媒体、具体的には外付けのハードディスクドライブに保管されていたものであり、当該データベースに保管されていたものではありません。 いずれにせよ、今回の事案をめぐる一連の問題については、チームの中でしっかり事実関係を明らかにしていきたいと思っております朝田君。あのね、あの今どきも小学生でもパソコンに慣れてますからあの、ファイル管理システムっていうのが、アップルでも、えー、MSDOS でもあるんですよね、コンピューター見たら、どこにどういうその記憶媒体がつながってるっていうのは見れるわけですよ。 で外付けのハードディスクから見つ,見つかったというのは、全くの奇、えー、弁にしか過ぎない、でこれはこう見るべき対象ではないから、あえてこう見ていなかったっていうふうにおっしゃっているようにあの受け止められるんですけど、ね、おかしいと思われどもか防衛大臣。あのまあ、辰巳参考人が、えー、答弁したのは その教訓文データベースという共通の中には見つからなかったということでありますが、当然、その後三3月26日に、外付けのハードディスクの中にイラクの日報があったわけですから、当然、その時点で、あ3月27日に、 外付けハードディスクの中で見つかったわけですから、当然この時点でも、その教訓データベースだけではなくて、広い範囲でしっかり確認をして、えー、見つけて、報告をするのが本来の役割だと思っております浅田君。あのね、そのデータベース、データベース、別にこう分かれて分散してあるわけではないんですよ、一つのデータベースの中にそういうデータベースがある。だからデーータベース全体を 例えば日報というあのキーワードでね検索したら、この外付けハードディスクにこういう日報がありますよというのは、すぐに分かるわけですよ、だからここだけすっ飛ばして調べるというのは無理なはずなんで、そこで調べられたときにね絶対分かったはずだと思うんですけれども、そういうときに、そういう事実があったとしか思えないんです、私にはね、あったとしか思えないのに、そういう答弁をあえてされている、そういう報告をあげた人は。 これは何らかの処分対象になると思うんですが、大臣、いかがですか。 あの今あのこのイラクの日報が確認された外付けハードディスクということですが、これがあのいつでもあの連接をしているとは限らないということで、取り外してどこかに保管していたのかもしれません、ただ、いずれにしてもあのこれも含めて今、調査の中で、大野政務官を中心とするチームがえーここを今、確認をしているということでありますので、その内容が分かり次第あのしっかりと私どもはえ公表していきたいと思っております。 大臣、そこそこのコンピュータ知識、コンピュータリテラシーは終わりやと思うんですが、あの外付けのハードディスクをねどっ,かどっか別のとこ所持っていって、また使う、もっと他のとこのに持って行って使うとかね、そんなもん別に高価なもんでもないんですよ、今はもう HDD というか、SSD っていう、まあ、性能のいいやつがごく。 あの安,安い値段で手に入りますでそういうものをね、あの外付けとはいえ、つけていて、えー、それは、まあ、あの記憶媒体、容量がち小さいから大きくするためにつけてるものですけれども、それをまた別のところにこう取り外して取り付けるというのは常識では考えられない、常識では考えられないと思います、だからそういう説明をしに来た人がおるとすれば、これは大,大臣がその騙されてるというかな。 えー、ま,まさしく大げさに言うと、そのシビリアンコントロールに反するということになるんですけれども、えー、そういう点はご指示はされてるんですか防衛大臣。あのまあ、例えばあの、セキュリティの関係で、連接を外しているという可能性もなくはない、私どもとしてはこのことも含めて、今あのなん、どういうことが事実だったかということを調べさせていますし、えーまあ、委員がおっしゃるように、そんなにあの複雑なことを調べているわけではありませんので、分かり次第速やかにご報告をさせていただきたいと思います。 浅田君あのちょっとコンピューターの話ばっかりしてるわけにはいかな,い,かないんですが、あの外して、するにまたあのなんか補助記憶媒体としてあのハードディスクをつなげるっていうのは、むしろより危険なことであって、一つにつながってるやつの方が安全ですよ、だからそれを外してね、予想の部署で強要するっていうのは、まずないと思います、だからそういうところを調べていただきたいと思いますし、でこの。 調査の期限、切っておられるんですか、いつまでに報告せよっていう。防衛大臣あの、まあ。この事案が、えー、分かったのは昨日であります、そして昨日、えー、直ちに大野政務官に調査をするように指示をして、今、調査をされているというふうに報告を受けておりますが、できるだけ早くご報告ができるようにしたいと思っておりますあ浅田君あの。私はその えー、財務省の,、ね、あの例の改ざんの問題だって、なんでそんな時間がかかるのかね、不思議なんですよ、だって、あのチェックすればすぐに分かる話です、で一両日は無理かもしれませんけど、もう1週間もあれば十分だと思うんですが、あのお尻を切るということに関しては、防衛大臣はいかがですか。防衛大臣 あの私どももこの真実を早く知りたい、そしてまた、えー、そのことに対して厳粛に対応したいと思っております、えー、そういう意味では、えー、急がせる必要はあると思いますが、えー、実際、誰が関係したかということは、それぞれ当事者から聞いて、えー、確認をする必要があります、いずれにしても、なるべく早く結果が公表できるようにしていきたいと思っております朝田君あの予算委員会でもね、同じようなあの答弁をいただいてて。 なるべく早く公表したい、で誰がこれを指示したというところで止まってしまうんですよ、で同時発生的にこう改ざんが始まったと、同時並、えー、行的に、ね、改ざんが始まったとしたら、誰か指揮した人がいるでしょうという問いにはもう答えられなくなって、そこのところを調べてますということになってしまいますので、それはあのこの場合はあのシステムが明確ですし、ね。 そうです、だからあのそういうことになりかねませんので、えー、こっちの場合はあの、その日報の場合は、システムが比較的あの明らかにな明確ですので、どの時点で誰がどういう指,揮をあの指示をしたというのは、明確になると思いますので、えー、できるだけ早期の、まあえー、3日、5日とは言いませんけど、1週間以内にあの結果をご報告いただけたらと、私は思っております。また次回の 委員会でも取り上げさせていいいたただきたいと思いますそれで、公文書管理につきまして、この4月1日から防衛省も行政文書管理規則、これを変えるというふうに伺っております、それで、昨年、その特別防衛監察を受けてです、ね、公文書管理の規則に関して、どういうふうにどこをどう改正されたのか、かいつまんでご説明をお願いします。 防衛大臣の、えー、4月1日からの,あの改正の内容でしょうか、それとも昨年の、4月1日からですね、えーとまあ、4月1日からの改正でありますが、えー、昨年12月の行政文書の管理に関するガイドラインの改正に伴い、防衛省においても改正された防衛省行政文書管理規則を4月1日から施行しております。 改正の主な内容としては、意思決定過程や事業の実績の合理的な後付けや検証に必要となる文書については、1年以上保存するなど、昨年12月の行政文書の管理に関するガイドラインの改正内容を反映するとともに、防衛省、自衛隊に特有の活動に係る重要な文書については、その種類に応じて3年から30年保存し、いずれも保存期間満了後は、国立公文書館に移管することとしております。 これらの中には、南スーダン派遣施設隊の日報問題の再発防止策であった PKO 等の日報の保存期間を10年とすることも含まれております。防衛省としましては、新たな規則に従って、行政文書の適切な管理に努めてまいりたいと思いま浅田君。あのそれ管理に関してですが、これはあの紙媒体を紙、紙ベースで管理されていかれるんですか、あるいはその電子データといいますか。 あのファイルですね、コンピュータファイルを管理されていくのか、あるいは両方管理されていくのか、あお伺いします防衛大臣各行政機関が保有する行政文書については、紙媒体と電子媒体のどちらによる保存も可能とされておりますが、一般論として申し上げると、防衛省においては、紙文書および電子文書それぞれの特徴を踏まえ、業務の性質、内容等に応じて、 適切なな記録媒体を選択すするとということになります両方であのあの、どちらかを取って保存していくことになると思います浅田君、うん、あのどちらかにね、僕は統一さあの、防衛省なんかの場合ですとね、どちらかに統一された方がいい、しかも電子媒体に統一された方がいいと思うんですけど、あの防衛大臣、ご自身のご見解はいかがですか。防衛大臣 あの私どもとしては、やはりあの、えー、後の情報公開にしっかり耐えられるように、えー、しっかりとした管理が必要だと思いますし、その際、どのようなあの管理の仕方が必要かということは、適切に対応していきたいと思いま浅田君あの、ね。それでは、あの昨年もあの、用済み後廃棄という言葉を一番よく聞いたんですが、えー、こ,れをこの新しい、ね、規則の下で、 文書廃棄とは、その当該文書、あるいは当該ファイルがどういう状態になることを意味するんでしょうか防衛大臣あの。廃棄の方法については、行政文書の管理に関するガイドラインや、文書管理規則において特段の定めはありませんが、一般的に裁断などの方式により、利用できない状況にすることをいうものと考えております。 行政文書を廃棄した場合には、関連する行政文書ファイル管理簿の記載の削除等を行うことになります。なお、の南スーダン PKO ・日報問題の再発防止策として、文書の保存期限の設定に際しては、用済み後廃棄といった曖昧な表現を用いることがないよう、内部規則に明記をさせていただいております。 浅田君あの紙ベースの場合は、シュレッダーにかけるということですが、電子ファイルの場合はどうされるんですか、廃棄ということに関しては。防衛大臣え。ファイルを削除するということになります安田君。削除されたもの、残ってるんですけど防衛大臣。 それはあのあの物理的な形で残っているということなんでしょうか、あのまあ、すみません、これはあの、まあ、防衛省だけではなくて、えー、あの政府の中でその廃棄について、えーまあ、ハード的なものも含めてどうするかということは、えー、あの検討していくことになるんだと思います浅田君あの、ね、あのハードディスクにこう記録されたもの、これを完全に抹消しようと思えば。 物理的にこうぶち壊すしかないんですすぶち壊すと、他のやつもみ,みんな行っ,て行ってしまうでしょう、だからどぶ,ちかぶち壊してる、ぶち壊したら、あの1ファイルだけのために全体をこうぶち壊してしまうんですか防衛大臣。あの今、ちょっと確認いたしましたら、えー、あのハードディスクに関して、 それをあのはま破壊する物理的に穴開するという形をこれはあの業者にえ依頼をしてえ削除しているという物理的にも削除するというそうかあのいずれにしてもすいません物理的に削除する形で対応しているということだそうです。安達君ちょっとなんかあのにわかには信じがたいですねなんか要するに混在してるわけでしょあのー。 いつまでに廃棄とかいうのは、そう,そういうファイル群が混在したハ,ハードディスクがあって、でその期限が違うわけですよね、1年後とか5年,5年後、10年後、でそれ、ここに中に1つ廃棄す,すべきものがあるというので、これ全部ぶち壊したら、他のやつはどうするんやという話になりますのでそ、その辺もご確認をお願いしたいと思いますんで、申し合わせの時間が来ましたので、さ最後1個だけね。 である文書を廃棄したという記録は、誰がどう管理するんですか防衛大臣あの今の,あの物理的な廃棄については後で、あので事務方から説明いかせます。今、廃棄の記録でございますが、保存期間が1年以上の行政文書については、内局では課長級の職員である文書管理者が関連する行政文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに、遺憾廃棄簿にその名称、廃棄 廃棄日等を記載することになっております浅田君あのこれで終わりますけどいついかどういう内容のものを廃棄したという記録を残すとこれ廃棄したことにはならないんですよねまた次回お尋ねいたします